ユーリ・ニキホロフは J リーグディビジョン1、ウラーレット・ダイヤモンズ等に所属したウクライナ出身の元サッカー選手、サッカー指導者、ポジションはディフェンダー。現役時代のニキホロフは若い頃から各年代のソ連代表に選出された経験を持つソ連サッカーの将来を担う選手の一人であったが、1991年のソビート連邦の崩壊の余波を受け、 故郷であるウクライナ代表としてプレーすることを選択した。しかし FIFA フフワールドカップに出場するためにロシア代表となる道を選択し、1994年のアメリカ W 杯に出場。ユーロ1996では2試合にフル出場。また2002年の日韓 W 杯でも代表に選出され、一次リーグの日本代表戦にも出場している。その後、 2003年8月に浦和レッズに移籍8月16日の対ジュビロ岩田戦でリーグ戦デビューを飾り同年浦和の歴史において初の主要タイトルとなるナビスコ杯獲得に貢献したしかし2004年は左膝の故障で出場がなく6月30日の契約満了をもって退団したその後2005年1月にロシアのスポーツ新聞 スポルトエクスプレス紙とのインタビューで現役引退を表明した。引退後は指導者として活動している。ありがとうございます。